というわけで相変わらずの自宅からお送りするシリーズでございますけれども、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。この自宅からお送りするのももうあとわずか、なんならこの動画が公開される頃には旅に出てるのかしら、どうなのかしらとかどうでもいいんですよ。というわけで徒歩の旅を控えて金がないなっていう私、とってもリーズナブルでお得な定食見つけたので買ってまいりました。それがこっち、ダダーン、松の屋さんのワンコインネギ味噌チキンカツ定食です。チェーン店さん的なお店で500円で定食っていうのはね、一昔前だとまあそんなもんかなっていう定番のラインナップだったんじゃないかななんて思ったりするんですけれども、昨今のこのご時世ですよね、原材料費の高騰並びに円安物価高みたいなところで、なかなかワンコインでこういった定食がいただけるっていうのはないかなっていう、このご時世に松屋さんグループさすがやってくれましたね。ということでのネギ味噌チキンカツということなんですけれども、蓋を開けた瞬間にね、揚げ物独特のちょっとオイリーな香ばしい香り漂ってきてたまりませんね。それでは早速いただきましょう。はい、というわけでですね、以前ももしかしたらいただいたことがあるかもしれない、そういったメニューなんですけれども、いただいてやりますよ。いや、こちらテイクアウトで時間が経って衣がしなっとなってんのかななんて思ってたら、意外とねサクサクで、そのサクサクと鶏肉のジューシーな感じ並びにね、ネギ味噌ダレのパンチの効いた味わい、それらが全てバランスがよくって、口の中でちょっとしたねピリ辛さなんかも感じられつつ、もうご飯に合いまくりの味わいだなっていうところで、これは本当に夢うま、決まりましたね。これは夢ですよ。いや、ありがたいですね。美味しい。はい、そしてこちら人参ドレッシングのねかかったサラダもいただきますよ。いや、こちら人参ドレッシングのねやや酸味の効いた甘辛いタレがキャベツの千切りとよく合ってますね。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いやー美味しかったですね。カツのザクザク感並びにネギ味噌ダレのね、あの味噌ダレの感じがちょっとね、カップ麺でいただく味噌スープに近いちょっとした甘さなんかも感じられたところに由来するもんなんでしょうか。どこかねおやつ的なスナック的な要素も感じられる、そういったねお手軽にいただける日本のファストフードみたいな感じのワンコインでいただける、いやそういったラインナップの定食でしたね。いやーとっても美味しかったと思います。というわけで皆様もご興味ございましたらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところでまた次回の動画でお会いいたしましょう。本日は松の屋さんのワンコインネギ味噌チキンカツ定食いただいてみたという動画でございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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